ある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 。割と早い時間にレドールさんからこの町のパークに、紳士が現れたって連絡があったんですよと。警察がうるさいったらありゃしない。真犯人早く捕まえてくれないかしらね。暑苦しいだけで無能の集団なんて誰も歓迎してないと思うわよ。あ、捜査官はいいわ。顔がいい。若いしエリートだし金も持ってそうよ。こういう謎でもあっという間に解いちゃいたいくらい、頭が良かったわ。あーっと、パズルパズル。タイルでアヒルを作ろう。ちょっと待って、70ピカラッときましたか。まあ普通に考えてここは確定ですね。あとはまあこれは目に使うんで、じゃあこれいらんな。いや、いるわ。どうだい、結構いけてるんじゃないかな。ちょっと顎しゃぐれてるけど許してくれませんかね。難しいなーい、難しいなーい。70はむずいわ。ね、謎はとびきり難しい。まずはくちばしと足のベースから作るよ。まだまだ先は長いぞ。まあ目はこれしかありえないんで、多分この辺は合ってるんだよ。こうしないと絶対クリアできないからね。だからここは合ってるはず。で、ここ。もうこっからわからんもん、すでに。足回り、
全然わからん。頭、目、体の前半分の順。全然わからんけど。翼。これ最後まで解けんな多分まあできるだけ答えは見たくないけど今は解けそうにないんで、また今度な。これかなりむずいよ。70ピカラット。1時間ぐらい迷ったらクリアできるかもしれん。奇跡の紳士の正体を突き止めようにも人の出入りが多いと大苦労だ。やっぱダルストンが怪しいんじゃないの。謎は特にないんだよね。さあ、楽しみにしてますよ。ロンドンで話しましょう。ありました。あのエルシャールちゃんが教授に立派になったの。せっかくだから謎を解いていき関係ねえ。あー、またこれか。逆に簡単かもね。ラストが一番右上か右下しかありえないんで。
やったか。ハイパーツ、ハイパーツ。この謎、私が解いてみせるよ。ラストがね、一番上から下に行くか下から上に行くしかありえなかったんで、ね、実にいい謎だ。だけど、どうやって帰ろう。いや、帰ろうもない。ああ、そうか。ヘンリンちゃんもアスコットさんの家をクビにされた後はイエットデストリーや考古学の勉強よくしてみたいだね。モンテドールを作らなかったら考古学者になってたかもねと。奇跡の紳士も仮面のことを知ってるから考古学に詳しいんだろうね。フラグがちょっとずつ。考古学は魅力的な学問ですからね。過去編では全く興味なかったくせに。ヘンリー宅誰もいない。シャロアもいない。戸締まりしとけよ。にしても初めての残剣を作ってしまった。あれは無理だわ。あ、おかんが。娘がどこかに行ってしまったわと。好奇心の塊なのよ。謎が好きな夫にいたのかしらね。よくこんな謎を出していたわ。お得な山小屋。宿泊代は A が200、B が400、C が300、D が600。小屋の広さが許す限り何人宿泊しても、宿泊代は同じだ。家族全員で一番安く泊まるにはどの小屋がいいかなと。こういうことか。回るね。こんな感じでこうなるほどね。 OK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 。こうやって寝ればいいんじゃないですか。どう？ほら、一番安いのどこだ。とりあえず A に泊まれたら一番安いわけだね、うん、重ならないようにつってるけど、縦に寝れば問題ない。まあ、A は絶対無理っぽいね。足ぐらいええやろ。まあ A はダメ。次に安いのは400ポンド、300ポンドの C か。ここもきつそうだね。で、B の方がまだ安い。もう B 行くと余裕だね。400ポンド払えば余裕で泊まれる。ということは、まあ、これだと問題として面白くもなんともなくなっちゃうんで、 A か C になんとか止めたいね。C か A に無理やり詰める方法があるはず。一応ここも試しとく。 D ぴったり入るけど高いもんね。 D600 ポンドもするもんね。なんでこんな高いの。まあまあ、
あれ ?B 止まれたんじゃないこれ。いや、B は止まれんね。そらそうだ。A か C で節約したいんだよね。このまま行くと B になってしまう。ヒントもらえば。大したこれ。あー、やっぱ200と300はダメなんだ。D。俺は初め思ったことはね、この B もやっぱり無理で D しかありえないんだけど、D を借りるぐらいならあの A と C を同時に借りた方が安いみたいなオチかと思ったんだけど、500ポンドだからね。で B も入りきるんだよね。これが私の答えだ。2個借りた方が実は普通かい普通。謎は解けるから謎なのさ。普通。別れたオスとね、はぐれたらホテルに戻りなさいって言ってんだけどね。いえいえ、そこまで迷惑はかけられないよ。私以外の大人にはついていかないように言ってるからガードが固いと思うのよ。娘からするとね、お母さんがはぐれたんだよって言ってたけどね。うん、こんにちは、レミさん。うん、今日もあなたはお美しい。やったいさん、何か知りませんかね。うん、奇跡の新種を見たことすらないんです。すいません。ま、待ってください。こんな謎があります。お。三角になる金魚。髪の手をうまくつないだら三角になるんじゃよ。どういうふうに切ればええんかの。まあこういうふうに切ってみたいな感じだよね。こう切ったら。1回しか切っちゃいけないんだよね。もしかしてこう切って分かれるからこことここに入れるのか。よし、頑張ります。あ、やっぱダメらしいね。2つにな、もう3つに分かれちゃうからね。悔しいです、うん、あんま減らなかったね。なんか角度がどうとか言ってたの。
そうね、やっぱ3つに分けてすぐならやっぱそうなんだよね。諦めけ。わかんねえ。右から2番目、上から3番目。上から2番目、右から3番目。左上。本当文章だけのヒントって分かんないよね。どこのこと言ってんの。ヒント3、右から2番目、上から3番目。右から2番目、上から3番目。ここそこから左上に切れ込みを入れてみよう。さらに左下に切ってみよう。尾びれと同じ形になったんじゃないかな。全く頭の中で図形できません。
って行きましょう。まあこんなところです。無理これは無理俺の頭の中はね、こんな図形を作ることはできなかった。やったいさん、風呂関係あるかと思ったんですけど、気のせいでした。はい、残念です。本当やったいさんは残念な人ね。